あと一人。ただいまーん。だから24だって。よし。というわけで MP を回復しました。うん。上がったよ。上がったよ、さっき。よいしょ。よし、終わった。来ましたね。メガネはかけてないです。かけてなかった。オーディションの時とかは。初配信の時も。ちょっとやってみた。味噌汁じゃねえわ。だから。よーし。じゃあ、窓ハンとちょっと探しに行ってみようかな。カオちゃん超えの30時間放送。カオちゃんさん、どれぐらいやったのかな。いや、別に楽しいからやってるだけだ。この番見えない。見えないってことは、こう、ジグザグに歩いていけば当たるってこと。27時間すごい。27時間やる。いつかやりたいなって。あ、なるほどね。そういう、なんかゴーグルがないと見えない。じゃあ橋までたどり着いて当たんなかったら終わりにしよう。当たるか当たんないか。ないないか、ごめんよ。夜、ごめん、やめた方がいいか。よっしゃ、いないな。うん、よし。40時間配信をやると公言している先輩です。その時までに強くなって一緒にやりたいな。そしたらば、ドーム、はい、ルーラストーン、はい。よーちょっとね、この配信もう一回やりたいな。まあちょっと寝てからでしょうか。そうだね、軽く雑談して終わるから。ドルマもいけるけど、うんうん、ん、どこ行こうとしてんのって。素材屋だ、素材屋、素材屋、素材屋。ワイダーはできません。あ、そうか、帽子外さないといいんだ。よいしょ。スライヤーの帽子を買います。エンゼルスライムをお帰り。はい、それではこの帽子を使って実際に素材屋の新しいサービスをお見せしましょう。カウンターの下から不思議な液体で満たされた大きな桶を引っ張り出し、素材屋の帽子を浸した。素材屋が桶の中をグーグーとかき混ぜると、素材屋の帽子は光を放って消えていき、光の中から一粒の結晶が現れた。すげえ。はい、これで特別な素材を取り出せました。なんか、あれだね。塩大福
だよね。なんか、あったよね。1年ぐらい前だったっけ？なんか、汗を、なんかその 汗で塩作って、塩大福にして食わせてやったって。手応えのある戦いで使い込まれた装備品からはこうして特別な素材、汗と涙の結晶が取り出せるんです。へえ。涙は出てないと思う。結晶を取り出すことで装備品そのものはなくなってしまいますが、旅人たちが戦った証は結晶に引き継がれ、次の装備の糧となるんです。練習用の帽子なので10回でしたが、本当は使い込み度を50以上まで育てて装備品からしか結晶は取り出せない。ほうほうほう。それにしても見事な結晶になりました。どうやら完全に、ああ、そうなの。大山さんが嘆いていたのか。どうやら完全にコツをつかんだようですね。この結晶をお客様に差し上げましょう。汗と涙の結晶を手に入れた。全国の素材で魔物との戦いで使い込まれた装備品から汗と涙の結晶を取り出せるようになった。ほう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 。なるほどね。使い込み度っていうのがあるわけだ。ほう、クリア。スタンプ3つ目。いえ。自分と同格以上の強さの魔物を使った時に、装備品の使い込み度が上がれる。使い込み度ね。血と汗と涙を流す。アラケスみたいな。アラケスだよね。魔物との戦いに勝利した時に、装備品がキラキラと光ったら、その部位の装備品の使い込み度が上がったということです。装備品の使い込み度を詳しく見るから聞くんですが、使い込み度は50以上発生しております。ほう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 。了解です。さあ、これでスタンプ3つ目が終わったわけですが、ドルボードに乗りたいなと思ったけど、まあいいか、とりあえずここで締めに入りましょう。いや、締めに入ろう。なんかもう、とりあえずなんかこう、あれや。どうしようかな。まあいいか。とりあえず、まあ、キリがないから、一旦これで終わろう。次の楽しみにとっておこう。まあ、初日飛ばしすぎてもあれだし、決して飛ばしすぎたんだけど。まあ、ちょっとまあ、とりあえずここら辺にしとこうか。それはね。よしよしよし。なんか、でも楽しかった。とりあえず。待ってて。寝よう寝よう。鳥居の各装備、詳細の結果何時間やったんだ、俺。あ、てかそうだ、名前変えるの忘れてた。ごめん。名前変えろよって言われてたんだよね。なんか、1とか2とか、3とか、4とかつけろよって言われてたんだけど、ごめん。忘れてた。いや、コンチェルスイーツがなんかこう、最初だからもうなんかこうガッて進んじゃった。へへへ。へへ、てへぺろ。あ、めっちゃ鼻水出る。あ、無理しないよ。無理だったらやってないからね。よいしょ。長いね。なんかまだ序盤でしょ？な、多分。すごい、でも。いや、でもなんか楽しい。俺、これ。やっぱりなんか慣れてよかった。本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。ね。まあね、別になんかこう、根詰めてガン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 っていうよりか、まあ楽しんでなんかこう、やれるレベルで、まあ自分のマイペースでね、やっていこうと思ってますね。そうね。あとは、家事もやりてえな、なんか。そうだね、家事も。ああ、よかったよかった、ありがとう。選んでよかったって。ちょっとさ、あれはさ、なんかこう、進めたらキリがないから、そう、もう、俺、作るわ、カジノストーン。
ちょっと裏地に一旦ちょっと置いとく。いいとこできるけど、どうせなんかこう、切りが悪い、19分だから、なんかもう、カジノやりながら雑談しよう。ポーカーやりながら雑談しようぜ。ポーカーやりながら雑談音楽にします。はい。そうそう。やりたかった、やりたかった。まあでも、枠終わったら、あれいいとこで切る予定だけど。よしよしよし。ラッカラー。で、ゴーラッカラー。あ、そうなんだ。ちょろちょろちょろ好きなんだ。あ、こっちはちょろちょろだ。俺はちょっとポーカーどっちだ、今。そうだな、どうしようかな。結構、でかいやつででもやらないと、あれ取れないよね。すぐ破産しちゃうのか。そっか、じゃあ1コインでやっぱちょっとこの土台を作ってからやった方がいいのかな。ザーザーザー、先に石作る。そうだ、すいません、はい、石作ります。すいません、先に石作ります。すいません。どこだっけ、教会どれだっけ。こっちだよね。あれこっちだよね。こっちだよね。あれこっちじゃないって。えこっちか。ああ、これだ。そうだそうだ。ごめんね。もうずっと覚えなくてごめんね。これね。この3つマーク、ユーラー教会ね。シスター・メアリス。ユーラーストーン記録。これね。カジノ。いつでもカジノができますように。いつでも神様、カジノができますように。やった、これで、いつでもカジノができる。そう。ルーラストーン、カジノ、レッツゴー。あ？うん？ああ、そうなるのね。なるほど、なるほど。ああ、なんか、いや、いいや、どうせなら使おう。カジノ、歩けよ。みたいな。ああ、もうここに着くのね。よしよしよし。間違いじゃないな。ここだ。21番だ。よし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 。そうそう、今頭ぶつけたら乱数調整だ。いくぜ。さあ、ポーカーだ、ポーカー。ポーカーやるぞ、ポーカー。違う。あれ、言っただけだから。よし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 。いくぞー。アンコインポーカーいくぞー。ランキング1位ってどういうことなの？ランキング1位ってどういうことなの？ん？ニコ動の生放送で1位ってことなの？マジかよ。マジかよ。ニコ生1位か。すごいな。どうもありがとうございます。本当に。皆さんのおかげであります。ということで、カジノをやっていきます。うわぁ、鼻水が。鼻水がやばい。そうですね。行くぜ。レッツゴー。ポンポンキーで掛け金を貯めて、2678を取って、行くの？これでいいの？あー、まあ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 。あ、10も。
まあ、まあ、どちらにしても無理だったな。よし。2、6、8。お。ちょ、6、8。6、8。おい、やめろ。ランキングの一番上の宣材写真、ちょっと悲しいからやめろ。どうしようかな、これ。なん、わかんねえな。全特価でいいのかな、これ。これだけ残しとくか。うん。ワンモア。3、4、5残しで。よく。あー、違うか。お疲れ様。えい。お、666。イエーイ。来たー。ほら。来たぞ。来たぞ、来たぞ。スリーカード。よし。いるぜ。バイクシア。クイーン？マジか。わあ、無理だ。結構、わあ、マジか。それも悲しいな。へえ。あ、いいよ、雑談しようか。ごめんね。なんかあったら、なんかあったらコメントちょうだい。なんかあったらコメントちょうだいっていうのもあるんだけど。うんうん。そうそう。30、10、とりあえず組んで、うん。ああ、うん。いいよ、なんか、たまに普通にコメント拾うわ、みたいな感じなんだが。絡んでみたい大使さんはですね、アミさん、すごく絡みたい。それは何だっけ、アーマードバトルもそうだし、サバゲーもやってるみたいだからっていうのと、あー、どうだ。あー、これじゃなかったら勝ったよ。嘘でしょ、3だったっけ。で、マッコさんの胸が大きかったです。いや、で、マッコスって言った。マッコスさんが。うん。で、あと、なんだ。あとなんだ。そう、サバゲーにまずみんなで行きたいなっていう願望がある。そうそう、やってるって教えてくれたから、すごく行きたいなって思って、今回の写真も来た。やった。で、ひまわりで、おー、来た。ちょっと弱い。ちょっと取っとく、これ。よし。そうそう。で、それをアンキモさんに伝えたら、いや、アンは的が大きいから、てんてんてんって言われて、ああ、そうなんですね、みたいな感じの話になったんだけど、残念でね。ストレート来たよ。ああ、そうか、ストレートが来るんですよ。うんうん。ダブルアップしようかな。へえ、うわぁ、ジョーカーなんて来るわけないじゃん。ああ。来てたんだ！ジョーカー来てたんだよ、くそ。うかつく。うん。サバゲー行きたいな。なんかツイッターとかにも載せてるんだけど、結構サバゲー行きたいですし、自衛隊の格好して。7、8、9。ん ?7、8、9。だよね。789残しだよね。1枚は引き上げるよね。おお、来た。好きな銃89だね、やっぱ。でも、外国だったらやっぱスターとかも好きだしかな。ダブラ。さっきジョーがここだったの。じゃあ、次ここに来る確率は低い感じだったの。これじゃなくて。うん。ふっ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 。くっそ。さっきのジョーだったの。6、7、9、90系。あ？これ取って、同じ色にすればいいんだろうか。ほら。あ、なんだろう。そう、ダブルアップにはいいんだよね。
8、9待ち。だよな、8、9待ちだよな、5、6、7。あ、じゃあ、10じゃなくていいじゃないか。10じゃなくていいじゃないか。いやいや、それダメですよね。ヘイ。おー、いただきました、スープや。で、これ残して、上がるかな？上がんなかった。でも2ペアだから。だね。でもね、そう、例えばの話、結構役に立ったネトゲとかもあって、あの、セミさんの編集とかで、一回なんか、全然意味わかんなくて、もう悔しがってる時に、勝った。悔しがってる時に、あの、ワールドオブタンクっていうゲームやって、ハルダウンとかを出して。まあ、全然何もわかんねえけど、なんか、あの、例がつけて、なんか、練習台とかするときにね、来た。うん。やっぱね、なんか、あの、スポーツ的な要素が高いゲームがすごく好きで、なんか、それをやると、なんか、一回一回プレイヤーがやる作戦とかが全然違うから、ああ、ちくちょう。そうですね。だから、戦ったりするゲームが好きだね。2、4、10。ジョーカーを残して。ん？これでいいんじゃないか？はい。それだ。よし。よし。でも、コロシアムとかもやりたいけどね。でも、悔しがりそうですよ。どうしようかな。90、それで30ですよ。1回目のダブルアップに挑戦しますか。あー、もう来た。6、来い。来た。これで降りる。もう次勝つ勇気、なあれが見れる。いや、コントローラーを床に投げつけたボケ系はない。それはないな。これでいいんじゃね。いや、この先どうだ、走る。とりあえず。580。90。あのね、操縦だよ。講師とかはまた、偉い人だからね。あんまし言えないけど。あー、これ迷うね。初ゲーム機は、スーファミ、ドンキーコングかな。スーペア来たぜ。イエー。うん、ドンキーコングやった。免許証は普通に、あの、一般と一緒。だけど、そのなんか、書いてるやつとかが、また別。あー、くそー、悔しい。ドンキー世代だよ。これだけ残して全部やる。おーない。2245、22残して全部やる。よし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 。そうだね、タンクで行ってた人は担当でやる。これにしようかな、これでいこう。高尾、いただき。3回ダブルアップで食べるんです。うい、とりあえず1回目。イエーイ、イエーイ。あと5分か。もう1回。8、来い。あー、くそ。あー、だめだ。やばいやばいやばい。5、6、5、6、7。よし。2回やってなきゃ。そうだね。4580。あー、なんだこれ。こうじゃねえか。おー、来た、フラッシュ。
よし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 。2、はい。さあ、よし。あと1回。狙っていくか。10、ほら。来た、開いた、よっしゃ。いやー、開いた、開いた、開いた。はい。160枚のコース。さらばと開け、開け。うん、ちょっと。ふふ。増えてる、増えてる。増えてるよ。ふふふ。効果増えてるよ。いいね。楽しいね、効果。789。あ、A か。ちょっとして。クリバーってやったね。よし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 。いいね、いいね。8、来い。4、くそくそ。でもまあ、こうだったらいいか。4、5、6、残し、4。あー、でも、あー、4、5、6、4、5、6、あー、つぶやきた。アドレナリンでつやつや。ここもつやつやですよ。よしよしよし、5。うわーね。来た来た。そもそも締めなきゃダメ。6。宝箱。いや、ダメでしょ。ダメだよ。宝箱はダメだよ。よし、もう行くか。行くしかない。引き分け。いや、収めてやる。これで。お、これで。収めてやる。収めてやるぞ。これで勝つ。これで勝つ。うわ、マジかよ。なんで13なんですか。はぁ、あ。面白い。狂気の坂ほど面白い。おい、あー、来なかったー。くそ。隣かー。当たったら持ってたのに。いいか。まあいいや、あと2分で当てて。スーペア、うん、分かってるね、分かってるね。お、リライトさんありがとう。消してー。よし、開かない。くそー。あ、これ以外全部開いたのに。くそー。2、6、9、10、11、よし。それ、来ましたわー。来ましたわー。あと1分、あと1分は。来い。よし、来たー、間。開け、開け、開け、開け。あ、違う、違う。あ、まあ、違わないけど、まあいいや。あはん、120枚かー。開いた、開いたし。よし、まあいいか、ここで終わりにしよう。綺麗が良かった。コインで、イエー。ふぅ。よし。っていうところでですね、いい感じの時間になりました。ありがとうね、一緒にやってくれて。わあ、怒涛の配信でございました。今日なんか朝までやっちゃったね。楽しかった。まだ、明日とかもやるんで、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。他の3人のタイプもね、仲良く、一緒に配信とかしていきたいなと思うんで。よかったよかった。明日って日曜日。明日？明日は月曜日だけど、今日は日曜日だね。プチプチでした。お祓いとかされてる。そんなあるんだ。30代じゃないからね。24歳だからね、まだ。うん。皆様、なんか本当長い時間お付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。これからもよろしくお願いします。バイバイ。